い、こんにちは、石田優也です。こんにちは、武井宏奈です。こんにちは、早川洋平です。はい、始まりましたね。はい、というより始まりましたっていう、今は実はまだこの収録時は始まってないんですけど、10月6日からかな、池袋のアニメーションがついに、スタートするのでですね、いよいよです。はい、ありがとうございます。ございます。でもね、そう言いつつね、まだね、第1話のカンパケも見れてないのでアニメの話は基本的にできないんですできないところ突っ込んじゃって恐縮ですけど、できないということなんで、実は今回はですね、そもそもこの池袋ウエストゲートパーク、僕のデビュー作なんですけど、これは何なのかっていうのを、正直ね、知らない人もたくさんいると思うので、特にあの YouTube で通りすがりに見てくれる人には、たくさんいらっしゃると思うので、これをちゃんと話したいと思います。おお、まさに。いや、でももうね、長いからね。ちなみにあの、もう、24年もう皆さんのキャリアとほぼ一緒です。そう、デビュー作だから。はい。そうか。はい。ということで、これについて、まあ、1時間半、たっぷりと語るという回にしようと思います。はーい。これ、せっかくイラさんがうまくまとめたところに、いきなり話戻して恐縮なんですけど、さっきのね、その、アニメカンパケまだ見てないよって話あったじゃないですか。これ、まあ、何をもってして普通とか普通の流れあるか分かんないですけど、こう原作者は、例えば今回のアニメに関しては全部なんか見れるんですか？でも別にチェックするとかってわけじゃないわけですよね。いや、もうね、実際にはアニメーションのスケジュールってギリギリだから、オンエアのカンパケはもう最後の最後、声優さんも主演の人だって、まあ原作者の僕も、例えば原画とかやってる人も最後の最後に見るのはオンエアの時です。そうですよね。もう間に合わないので大体チェックとか してなんかひっくり返っても、それはそれ困りますね。いや、もうその段階でチェックをするとかもうダメって言ったらもうオンエアできなくなっちゃうから、それはないんだよね。ですよね。恐ろしいね。しかもオンエアした後にここの映画ダメだったからって差し替えて直して、実は本当のカンパケはブルーレイとかです。ディスクになってからで、ここだけなのし、実はあの、オンエアされた後に動画配信で、今回の場合は Amazon が独占配信するんだけど、 そのものに関しても実は修正前なんだよね。だからマニアの人はディスクを買うの。なるほど。マニアはディスクを買うのか。マニアはもう関係者全員、結局はなんだかんだ言ってオンエアの時リアルタイムで見るのが本当のカンパケになっちゃうんだよね。まあそれをさらに直したりするんだけどさ。なるほどな。楽しみだな、本当に。いや、本当楽しみですよね。早く見たい。さあ、はい、では、はい、行ってみましょうか。はい。じゃあ今日は、ひなさん、なんか。そうなんです。コメントを、そう、はい、ちょうどよくいただいてまして、はい、読みたいと思います。はい、ちょっとあの、お名前とご年齢全くわかんないんですけど、はい、多分同じぐらいの世代かなと思うんですが、はい、自分は高校生の時に池袋に出会って、そこからずっと読み続けています。鋭くて冷たくて都会の寂しさまとった一冊目の雰囲気は、今でも自分の感覚の一部となっています。いつの間にか誠より年上になり、それでも読むたびにまっさらな自分になれる池袋が大好きです。趣味が読書になったのも池袋のおかげです。今度の休み、新刊買いに行きますというコメントをいただいてます。でもなんかそうやって長いシリーズってさ、読む人の人生の一部になれるっていうのが嬉しいよね。俺に触れて本当ですよ、あの秋になるとちょっと読んでみようかなってなるっていうのがね。そんなわけで今日ぴったりの、ね、はい、テーマなので、はい、イラさん、じゃあ少しだけ入ってきますか。はい、じゃあもう冒頭ですね、もう最初はこれです。何、ああ、すごい。池袋ウエストゲートパークって何なの？わあ。優しいですね、ゼロから。知らない人は全然知らないので、はい、あ、何、ゲーセンなのとかさ、あの、池袋の有名な付属店なのみたいな。あ、それはちょっと面白そう。あります。昔ありました。抜き袋ウエストゲートパーク。そんなの大丈夫ですか？原作者として大丈夫ですか？別にいいんじゃないですか？本当は使用料欲しいけどね。ね、ちょっと欲しいですよね。はい、ちなみに、これはですね、結局ですね、これです。文春。オール読み物という小説誌、エンタメ誌があります。それの97年度の推理小説新人賞、これ短編の賞なんだけど、で、その受賞作で僕のデビュー作なんですね。推理小説なんですね。一応ね、その時には2つの賞があったの、オールは。普通一般の賞と、ミステリーの賞と、はい、で、ちなみに24年前のその掲載誌がこれです。じゃーん。おう、なんか24年前って感じだな、やっぱ。でも24年前ってこんな感じでしたっけ？いや、こんな感じなのよ。何、それはどんな感じっていう。すごい古く感じません？もっと古そう。いや、古い。昭和初期ぐらいに思います。思うよね、俺らからすると。思う。で、しかもほら、見て、この
ね、この横のところもうね黄色くなってもう黄色くなってます、ね、じゃあちなみにですね、ちょっと見てみましょうか、ちなみに、その時の選考委員がね、大沢さん、大沢有正さん、うん、大阪豪さん、高橋克彦さん、錦正明さんっていう4人で、はい、でまあ割と僕同時受賞の人ももう一人いらしたんだけど、はい、僕の選評は圧倒的に評判が良かったんだよね。大沢さん、そういうのも分からないんだ。これ大沢さんの選評、ノリは漫画だが漫画を文章にしてここまで読ませるのは並大抵の力量ではない。すごい。高橋克彦さん、そして何といっても池袋ウエストゲートパークの達者さ、実に生き生きと人が描かれている。錦さん、もうねこれ読んだ時、びっくりしたもん、まさかと思った。その再起間髪ぶりに舌を任された。意表をつく表現が随所に出てきて楽しみつつ一気に読まされてしまった。で大阪さん、今回の最終選考に残った4本5本の中で唯一鋭いエッジのある作品だったって書いてあるんですよ。絶賛じゃないですか。すごい、大絶賛。絶賛だったの。すごい。まあでもね、実はね、なかなかね、このオールの新人賞ってデビューした後続かないんだよ。要するに短編ってここで50枚とか100枚ぐらいなんだけど、はい、それだと、まあ、100枚のやつでも4本から5本、短編だったら10本ぐらい、それなりの粒の揃ったものをこの小説誌に持ち込んでずっと連載されないといけないの。ってことは2年ぐらいさ、いい短編を書き続けないといけないわけでしょ。確かに。でみんなできなくて消えちゃうの。だからハードル高い。そうそう、だから新人が育たない賞で有名だったの、これ。新人賞なのに、うん、新人つぶしの賞。そうそう、文春ってさ、当時も今もそうなんだけど、大御所の作家いっぱい抱えてるじゃない。なので新人のノリスペースがこの本の中にはね、ほとんどなかったんです。へー。でその厳しい文春のリングでですね、デビュー作から続けてずっと今二十何年乗り続けているのがこのシリーズなんですね。そう考えるとすごいでしょ。いやそれはすごい。だって今回のこれも一番後ろに当然オール読み物からって書いてあります。そうそうそう、うん、書いてあった書いてあった。だからそれはなかなか本当にあのデビューで現役の大関とかの中に入って普通にすんなり勝てるぐらいのレベルだったんですね、うん。だから本当に繰り返しになっちゃいますけど、うん、ずっとそこの読み物にイラさんの作家人生はずっとなんか書いてるってことですよね。そう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 。まあ文春はデビューしたあの出版社なので、作家って自分がデビューした出版社があのね、ホームグラウンド的なのがあるんですよ。だから阪神にとっての甲子園みたいなのが僕にとってこのオールなんだよね。へー、すごーい、はい、ちなみにもうお話の内容知ってる人は知ってると思うんですけど、本当に一言で言えばこういうことです。うんうん、池袋の駅前にある、まあ、西口にある西一番街っていうアーケード、アーケードじゃないな、駅前の商店街なんだけど、そこの果物屋で店番をしている誠くんがですね、いろんな町の犯罪を、まあ、友人たちと手を組んで解決していくっていう連作なんですね。なので本当によく続いたね、これは。すごいっすよ、ね、誠が果物屋っていうのがまた面白いですよね。あの要はなんかエリートではダメだし、ただ遊んでるだけでもダメなんだよね。あ、うん、ちゃんと一応仕事がなんか手伝って、うん、働きながらたまに事件に変え、事件に頭を突っ込むっていうぐらいがいいのかなっていうふうに思うけど、うん、さあこの後実はですね、まだまだお話はあるんですが、はい、じゃあちょっと Q&A 行ってみますか。おー、はい、楽しみですね、はい、この後が、うん、はい、じゃあ Q&A 行きたいと思います、はい、皆さんこんにちは、はい、今年も来年のカレンダーや手帳などが店頭に並ぶ季節になりましたね。 お三方は日記や手帳をつけたりする習慣はありますか？大事なメモはどのように記録していらっしゃいますか？よかったらご紹介くださいということです。ね、日記とかに関してはね、うん、実はずっと書いてたんですよ昔。おう、ただプロになってからはやめましたね。やっぱりイラさんって文章書くの好きなんですね。今好きっていうか癖なんだよね。ちなみに、ね、ちょっと待ってね、いいな、癖って言ってみたいな、書くのが癖なんだよね。かっこいいですよね。もうまさかイラさん昔の日記を、ちなみに、はい、これが参考版が出るときこういうのの、はい、作る前のつかみ本といって、紙、中は白紙なんですよ、ほとんど、うん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 、ピラピラピラ、これぐらいのボリュームになりますよっていうのが分かるんですけど、うんうんうん、これにこうやってメモを取ったり日記を書いたりしてました、ずっと。かっこいい。自分の本のつかみ本ね。まあ今はもうやってないですけど、うん、だから最近は僕は日記というものではないけど、メモを取るときはもうこれです、スマホです。うーん、スマホ、僕アンドロイドだからドキュメントに、
メモ取ってます。例えば新作池袋のアイディア今度どうしようみたいなのはもうみんなこっちに書いてる、うん、なんか質問なんです、うん、これだけでメモの回になっちゃいそうですけど、うん、メモってね、まあ元々メモランダムメモリーから来てるじゃないですか、うん、やっぱりまあ僕も当然取るんですけど忘れないようにみたいに、うん、まあ一応取ってるつもりなんですけど意外ともなんか取ったものは後から、うん、まあイラさんの場合ちょっと特殊かもしれないですけど日常で書いたものって意外と見直すことそんなになかったりとか。いや僕は逆ですごく見直すんですよね。あ、そうそう、その辺例えば今ここにドキュメントありますけど、うん、あるでしょう。ここにこう読めるかな、はい、IWGP アイディアって書いてあるよね。あ、これは折に触れてこうやって書いていくんで、おすごい、いくつもまだまだ世に出てないアイディアあるんですね。そうです、4本分ぐらい今 1,2,3,4 本分ありますね。で次の最終話はこれにしようみたいな風にチェックしてある、うん、すごい。でちなみにちょっとこれあの YouTube の人にバラしますけど今度書く11月号の新作はこれです、うん、あそうか、またもう新作が出るんだ。池袋のぶつかり男、はい、なんかさ地下街で女の人にバンバンってわざとぶつかってくる嫌な人いるじゃない。いるいる、あれ、あれを今回は短編にします、うん、あー気になる。で押されて倒れて後ろに手をついた瞬間に手首の骨を女の子が折ったりしてるの、うん、それで何人もいるんだけどなぜか捕まらない。そいつを例えば池袋の地下街で G ボーイズと誠が追い詰めていくっていう。おー、面白そう。もうすでに面白そう、うん、意外とでもこういうの本当に見直すし他のもみんなすごい書いてあるよ、うん、やっぱりさすがちゃんと。じゃあそのアナログからデジタルになっても、はい、逆に言うとイラさんにとってメモは結構というか当然大事だしネタ元でもあるという、うん、すごい大事だし思いついたことは大体書いておくね、うんうんうん、でもそういうのなんかあった方が良くない、うん、いいですよね、うん、別に本当に紙の本でもスマホでも何でもいいんだけど、うん、やっぱちょっともったいないじゃない、うんうんうん、なんか本当に整理したい時ってなんかどうしても紙に頼っちゃうんですよね、うん、なるね、うんうん、いやもうそれも全然いいと思う。なんだっていいんだよね媒体は。あと、うん、その媒体がどうこうっていうよりその印象とか自分の考えなんかを言葉に直しておくっていう作用がすごく記憶に残るので本当に書けば覚えるから、だからみんなもぜひ、うん、自分のアイデア帳みたいなの作った方がいいんじゃないかな。ひろなさんは？私は基本はもう携帯のメモですね、イラさんと一緒で。で本当にそれを形にしたいとか組み上げたいときは紙で書くっていう感じですね。どうしても紙に頼っちゃう。そうなるよね。なんだろうね、うん、なんかやっぱデジタルって利便性いいし、確かにさっと撮るときはやっぱ iPhone のメモになるけど、なんか思いっきり広げるときは文字通りなんかめっちゃでかい、なんかそう A3 よりもっとでかい、うん、A1 みたいな僕持ってて、うん、はい、そんなのあるの？あのね、それすごい大事で、うん、実際ねスマホって便利だけど、うん、そのアイデアがスマホサイズになるんだよね、意外と。そうなんですよ、本当。あー、なるほど。だから大きい紙に書きたくなるの。そう、だからここからここにこう広げて、うん、広がった先をこう広げてっていうのがスマホではできないじゃん、うん、あー、はいはいはい、そう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 。だから全部箇条書きになっていくんでパラパラって分散しちゃうから、やっぱ紙、うん、大きい紙はね、本当にいいアイデアだと思う。あと今の話でいくと、そこがさらにまた面白くて、うん、じゃあその僕も逆に大きいっていうところでいいじゃないですか、うん、で制約ないからやっぱいいんだなと思ったんですけど、最近気づいたのが、そうするとその制約ないっていう意味ではデジタルはむしろ制約もっとないじゃないですか、うん、例えば最近見つけたのがなんかオンラインのホワイトボードツールがあるんですよ。無限でどんどん広げてってみんなで共有できるから、そのいいことずくめに理論上は感じるんですけど、なんか見失いそう。でもやっぱりそう、まあ、無限って言っても結局モニターのサイズ有限じゃないですか。あ、そうだね。だしやっぱりなんか身体性というか体使って動かさないと広がっていかないのをすごい感じる。結局でかいのに書く。そうね。だから今度さ、あのパソコン買い替えるときはほら、あの LG かなんかでさ、曲面になってるさ横長の30何インチとかなるじゃない、はいはいはい、ああいうのにしようかなと思って。僕もそれがいい。やっぱモニター断然でかくてこう広い方がいいっす、うん、まあさ正直言ってほら、あのプロのディーラーみたいに20インチのモニター6枚とかさとか、ね、やるとちょっとうるさいけど、うん、でもちょっと大きいの欲しいかな、うん、それはなんか思いますよね。なんか話脱線しちゃいますけど、うん、単純にそのアメリカの人がっていう言い方もステレオタイプだけど、ほらそのなんだろう、うん、思考発想がでかいみたいによく昔言うじゃないですか、うん、はいはいはい、いやいや、それはステレオタイプだろうと思ったんですけど、やっぱり自分が何回かアメリカ行ってドライブとかすると、うん、まあもちろんバーって広がって、うん、
いや、だからなんか例えですけど、まあ、だからそれは思考でかくなるわな、みたいな。だから、その物理的な広さ、大きさって大事ですよ。うん、それとさ、あれだけ広いと、正直言ってさ、この街で失敗しても他のところでやりなさいからいいやって思うよね。あ、そうですね。日本はさ、東京でそれやって、じゃあどっかあの地方の街に行きますって言ったら、うん、もうそこでもいい場所意外とないじゃない。本当本当。うん、批評判伝わっちゃうしさ、同じ業界だと。めんどくさいね。めんどくさいですね。ただまあね、面白いね。面白い。なんかね、こういう質問は結構あんまりなかったので。うん、いい質問で。ありがとうございます。はい、じゃあぜひぜひね、続きはこの、はい、池袋スペシャル、この後ニコ動でこちらからご覧になれますが、はい、引き続きこのまた人生相談、はい、そしてお節感になるにはスペシャルもすごく好評だったので引き続きまた皆さんぜひ質問を、たくさんいただければと思います。はい、はい、それではまた後半で、はい、そうですね、じゃあチラリと見せますが次はこんな話です。あ、なんか間違うぞ。